Hello everyone and welcome to Amnesia Memories, and let's continue on the it is route 18 or 19 today. 僕はこいつを信用してもいいのかな？こいつに君を任せて消えてしまってもいいのかな？皆様、おはようございます。本日からの合同合宿で幹事を務めるリカと申します。Not happy about this. 明賀大学3名、聖地大学15名、全員揃ったようですわね。God damn. それでは皆様、本日から3日間協力し合って麗しい合宿の日々を過ごしましょう。リカさん、お荷物をお持ちします。Jeez. But is it really necessary? あら、ありがとう。でも私にもこのくらいは持てましたよ。あれが漢字か。朝っぱらからおかしなもん見たわ。あれと3日間一緒なんだ。気持ちはよくわかるよ。ビリヤード同好会なんだし、こじゃれたいい男でもいないかなって期待してたんだけど、向こうの部員は想像通りほとんど女、一騎さん以外の男はたった一人か。ちょっと彼は Is he dead? ないな、ないですよね。そっちのたった一人の男性部員も正直ないです。うん、だと思う。ごめん。なんでビリヤード同好会の合宿で18人中3人しか男いないんですか？信じられないです。私も信じられない。てか信じられないのはそっちの学校のメンバー構成でしょ。、うん、ですよね。すみません。ふん、ミネも来るって聞いてたけど、一期の方と同じ大学だったんだ。こっちの部員のあと一人は男だったんだね。一期以外でここにいる男は似たようなオタク系が二人だね。どっちがどっちの大学なんだろう。まあ男子部員は害なさそうだし、どっちがどっちでもいっか。That's not the thing. You don't need to be afraid of the guys. You need to be afraid of the fans. っていうか、ミネもサワも合同合宿の目的は相手校の男子部員だったんだね。先輩のお友達ですか？うん、サワっていうの。あんたは？ミネです。先輩とはバイトが一緒で、いつもいろいろ教えていただいてます。そうなんだ。合宿中よろしくね。てか、あんたはイキさんファンじゃないわけ？ああ、アタックして振られました。二股はかけない、乗り換えはしない主義だそうです。イキ先輩って遊び人だけど、自分ルールがあるんですよね。まあ、先輩が別れたら、もう一回チャレンジしてみてもいいかな、なんて。おいおい。なるほどね。じゃあ、もうしょうがないから。3人で仲良くしてようか。ですね。え、そこで話がまとまるんだ。それでは皆様、移動を開始いたします。はぐれないようにご注意くださいませ。We're gonna see some beauty. I'm sad because she's slowly leaving us. It's like I don't know. Sad. シナノ、それは都会の暑さに疲れた人々が一時の涼を求める観光地。Well, it's bad then. Because it's already cold. そして今は真夏、シナノのベストシーズン。なのに寒っ！さすが山の上、冷えるわ。ですね。Poor Samus, Peter Chiana. Hide, Naka, hide.
ほかほかですね。間違ってる。その感想、夏のシナノの感想として間違ってる。皆さん、こんにちは。山荘シナノ寺のオーナーです。本日はビリヤード同好会の合同合宿と伺っています。当山荘は定員20名となっておりますため、本日から3日間は皆様の貸し切りとなります。Damn. 皆様にお貸しできる遊技場はビリヤード場をはじめといたしまして、ダーツとゲームのコーナー、エラーキー、よーし、テニスコート、ゴルフコース、射撃場、温泉、温水プール、エステサロン、人工スキー場、Oh my god. とうとう各種取り揃えております。ちょ、定員20名なのにどんだけ遊び場所あるの？ Well, 20 people in the end is still a lot. It's more than 4 people. それではどうぞごゆっくりおくつろぎくださいませ。ナイスミドル。はい、一輝さんの次くらいにいい感じです。君たちもさ、少し他のこと考えようよ。それでは皆様、まずはそれぞれのお部屋にお手荷物を置いてきてくださいまし、その後は練習時間となっております。二大学揃って早速ビリヤードをたしなみましょう。お部屋の場所はこちらにご用意した部屋割り図をご確認くださいませ。さて、どうなってるのかな。あ、私あんたと同じ部屋みたい。 Yeah, but I'm probably not really key. あ、サワちゃんと同室なんだ。それならちょっと安心だね。漢字権限で妖怪女と同室にされて延々戻されるかと思ったよ。とりあえず部屋に荷物置いてこよっか。 Oh, okay. でもって、あのオーナーに名前聞きに行くから、あんたも付き合って。やっぱりそこか。30 minutes later. God damn. よし。Jeez. もうかっこよすぎ。なんでこんなにかっこいいの？私、自分でビリヤードなんてやらなくていい。一気を見てられれば幸せ。私だって。はいはい、ありがとう。でも少し静かにね。打ち損じるでしょ。だったら大丈夫だよ。ねえねえ、後で私に打ち方教えてね。 You're supposed to be in a billiard club because you play the game. This is not. やめなよ、彼女さっきから後ろで見てるよ。知ってるけど、一輝はそんなの気にしないでしょ。ビリヤードを教えてあげるのに、どうして彼女のこと気にする必要があるの？だよね。はあ、予想してたとはいえすごい騒ぎだね。いつにも増して。うん、なんか一気口動かしてる。君に何か言ってるのかな。フォーカスでどんだけ自意識過剰な野郎だ。自分がかっこいいと思ってるのか。くそ、かっこいいよ。さっさと打てばいいじゃん。どうせ入れるんでしょ。一輝、もう一球、もう一球。一輝、頑張って。はあ、とてもまともにビリヤードできる雰囲気じゃないね。みんなの視線が怖いったら。どうする、もうちょっと見てる、向こう行く。Well, he did say to watch, so I guess I'll watch a little more. ねえ、なんか彼女こっち見張ってるんですけど。え、やだ、ほんと怖い。怖いのはどっちだよ。はいはい、彼女のことはどうでもいいでしょう。情報収集も無理そうだし、ファンの子たちも怖いし、沢ちゃんのとこ行こっか。にしても、この合宿はなんだろうね。一輝さん見学ツアー、
っとでも目打った方が良かったんじゃないの？とてもじゃないけど、ビリヤード同好会の合同合宿とは思えないわ。まったくだね、僕もそう思う。ん？はーい、空いてますよ。こんばんは。おー、ヘロー、みんな。あ、ミネじゃん。何？遊びに来たの？いえ、リカさんに言われてお誘いに来ました。これから下のラウンジで夜中までトランプ大会だそうですよ。お二人もどうですか？トランプ大会ね。You're not getting any closer. Yeah, I think we're getting to the bad ending. God damn it. オーナーも参加するそうです。Oh. マジで？行く。よし。トランプ大会か。そういう無礼講っぽい集まりって情報収集になりそうだけど、ハーレム状態の一気を見ているだけに終わるという気もするよね。あ、あんたどうする？ Well, we kind of have to go. Or, you know, I'll pass. そう？じゃあ悪いけど、私行ってくんね。あんたも遊びたくなったら後から降りてきなよ。それじゃあ先輩、失礼します。じゃあね。さて、一人で残っちゃったけどどうしようか。これからの作戦会議でもする？あ、ビリヤードのルールって覚えてる？もし忘れてるなら僕を教えてあげられるけど。え、yeah. あれ、また誰か来た。あれ、いたんだ。Huh? Wait, you thought I wasn't here, so you went to my room? God damn it. って、ノックしておきながら返事待たずに開けんな。ごめん、てっきり下に参加してると思って、いきなり開けちゃった。タイはないよ。So why are you in my room then? 残念だな。どうせなら着替え中だったら面白かったのに。ちょっと、平然と着替え中にバッタリシチュエーションを望まないで。行かないの？下、盛り上がってるよ。自分の部屋にいると見つかりそうで逃げてきたんだけどさ、ここに潜伏させてもらっていい？ Oh. Well, that's... 僕と二人きりになるのが怖いなら、どこか別の部屋にしておくけど。 No, you can stay. ありがとう、助かる。Mm-hmm. 隣、座っていい？はあ、疲れた。最近本当に驚くくらい話してもらえなくて、一体どうなってんのかな。いや、もともと今やってるみたいな集まりには顔出さないようにしてるんだけどね。だってほら、僕がいるとみんな僕に構ってくれるから、ゲームにならないでしょ。今はたまたま君がいたけど、大抵一人で隠れてるんだよ。ねえ、僕が人気者に見える？違うよ、本当は邪魔者なんだよ、僕は。 In the way of what? はっ、参ったな。 Well, it's just like, of course I would be sad if that happened to me, soまさか言い当てられるとは思わなかった。はい。今まで誰も気づかなかったのに、本当に君にはかなわないな。うん、本当はね、寂しい。普通に、ただ普通にみんなと遊びたい。普通に話がしたい。喧嘩でもいい。君みたいに普通に話してほしい。例えばケンはさ、僕のことをバカにしたりもするけど、手放して褒めたたえたりしないでしょ。君もそう、嫌なものは嫌、やりたいことはやりたいって普通に言ってくれる。それだけのことがすごいんだよ、僕には。本当に奇跡みたいなんだ。想像できないだろうね、僕の生きてる世界。
いつも僕と話してくれる君にはすごくありがたいと思ってるよ。Don't worry about 君が思ってるよりずっとずっと真剣にね。I know. ねえ、もうしばらくここにいていいかな。話させて。どんなつまらない話でもいいから、普通の話聞かせて。君の声を聞いていたいんだ。God damn. I don't know. August 20. Jeez. 今日もビリヤードはできそうにないね。ビリヤード場から悲鳴が聞こえてきますね。うん、とてもじゃないけど怖くていけないね。ねえ、本当にさ、どうしてあんたはあんなやつの彼女やってんの？こないだは聞きそびれちゃったけど、いい加減話してよ。あれ、サラさんも知らないんですか？そうなんだよ、この子話してくれなくって。なんだ、サラさんなら知ってるかと思ったのに。あんたも知らないの？知りませんよ。今年の春、私がバイト入った頃は全然そんな素振りなかったんですよ。っていうか、ガンつけてました。一輝先輩のこと嫌ってるようにしか見えませんでした。やっぱり。私もさ、この子から一輝さんのこと嫌いって聞いてたんだよね。やっぱりそうなんですか？なのに急に付き合いだしてさ、あの目にやられて判断おかしくなってないか本気で心配なんだけど。途中で急に聞くようになるなんてことあるんですかね。ねえ先輩、ここは一つぶっちゃけてくださいよ。今はあれ聞いてるんですか？どうなのよ、あんたあれにやられてるんじゃないの？記憶を失う前はわからないけど、今は間違いなく聞いてないよね。ただ今聞かないのは、僕が心の一部を占領しちゃってるからかもしれないね。でも沙和ちゃんやミネには昔の君も一輝を嫌ってるように見えてたらしいし、となるとやっぱり前から聞いてなかった？でもあのパフェの作り方を教えてもらった時の君は明らかに一輝に見とれてたよね。I think that was one time. 本当のところどうだったんだろう。ここは想像で答えるしかないかな。 Yeah, I think they only worked first. 最初は聞いてた？そうなんですか？じゃあどうやって克服したんですか？聞かない体質になれたら一輝さんとお近づきになれるかも。その秘訣ぜひ聞きたいです。それ僕も聞きたいな。よし、よし。一輝さん、今の話初耳なんだけど、どういうことなのか僕も聞きたい。やば、God damn it. 本当はどうだったかなんてわかんないよ。そう言われてみれば、最初は聞いてるように見えたんだよね。どうして聞かなくなったの？We don't know that. まあ、この子にもいろいろ事情があるんでしょ。そこはほら、いずれこの子の方からちゃんと話すと思うんで。すみません、追求しすぎた私たちが悪かったです。すみません。 Don't worry。おや、そちらの方はラウンジに何かご用ですか？お飲み物でもご用意しましょうか？ああ。はい、コーヒーを一杯いただけないかと思いまして。God damn it. You and your coffee. かしこまりました。少々お待ちください。なんとかこの場は切り抜けられたみたいだね。ナイスフォロー、オーナー。夏合宿の夜といえば。Damn it. I'd say I'm not confident. やはり涼を求めて肝試しなどを行うのが粋でございますわね。というわけですので、この山荘の周囲に肝試しの用意をしております。十分寒いっつーの。うん、実は50年ほど前、
報われぬ思いに身を焦がした女性がこの辺りの森で首をつって亡くなったそうですの。今晩回っていただくのは彼女がその時歩いた道ですわ。お配りする地図の通りに歩いて彼女の亡くなった場所にお花を置いて戻ってくれば終了です。この山荘の周囲はとても暗い森になっておりますので、うっかり足など滑らせないよう。いやいや。そして彼女に取り込まれてしまわないように、十分ご注意なさってくださいませね。今の話って作り話だよね。We won't know unless we go check, probably. 片思いを苦にして死んだ女なんて、そんな都合のいい階段ないよね。それでは皆様、こちらのくじを引いて、二人ずつのパートナーになってくださいまし。That's what we're gonna have. 墓参りの道中は、決してパートナーから離れないよう気をつけてくださいませね。皆様、パートナーはご確認なさいました？やだ。私のパートナーってあなた？あ、あ、まい。この子いつも一気に群がってる子の一人だ。多分一気ファンクラブの会員なんだろうね。あ、リカさん。私リカさんとパートナーです。よろしくお願いします。ええ、よろしく。あの子もよく見る顔だな。待てよ。一気、私一気とパートナーです。ああ、そうなんだ。よろしく。あの子もよく見るな。ねえ、ちょっと主要な顔ぶれのパートナーはみんな熱心なファンクラブ会員じゃない？八百長っぽいな。あれ、一輝がなんかチラチラこっち見てるみたいだけど、話でもあるのかな？こっちから行く？ Not right now. Not right now. Now it will be bad. そうだね。用があるなら向こうから来るだろうし。30 minutes later. それでは次の方どうぞ。私たちの番みたい。行きましょう。はーい。はあ、なんか仕掛けでもされてるのかな。単にお墓参りするだけなのかな。それならまだいいんだけど。True. 本当に暗い。何これ、思った以上に暗いじゃない。ああ、やだな。こんなところにあなたと二人きりなんて。一家とペアになれた子が羨ましい。君だってどうせなら一家とペアが良かったよね。ダメなんだよ僕、精霊のくせにって思うかもしれないけど、お化け怖いんだよ。Don't worry. この地図だと長そうだな。Don't worry. もうすぐ分かれ道を右に行くはずなんだけど。こんなに暗いんじゃ分かれ道あっても気がつかないかもしれないよ。やだよ、やだよ。早く帰りたいよ。Don't worry. You're close. Don't worry. Just stay close with me, okay? っていうかさ、そろそろ最初の分かれ道についてもいい頃なんじゃないの？え、もしかして道間違えてる？それともまさか霊が僕たちを迷わせてる？Don't worry. ねえねえ、この地図おかしくない？もう分かれ道あっていいはずだよ。少し戻った方がいいんじゃない？って、あれ、パートナーの子は？Oh. いないよ。戻ろ、ね、戻ろ。なんか足音してない？パートナーの子が戻ってきたのかな？見つけた。は？ああ。は？何その情けない顔。もしかして怖かったの？ She's of course not my partner. What are you doing? よしよし。もう大丈夫だよ。パートナーの子がリタイアするって言うから抜け出してきちゃった。Mm-hmm. っていうか、そっちのパートナーもいないんだ。困ったもんだね。もうそんなにすがるような目で見ないでよ。抱きしめたくなるでしょ。ほら腕につかまりな。
もう怖いことは何にも起こらないよ。何かあっても守ってあげるからね。やばいな、本当に抱きしめたい。やばい。ああ、ダメダメ、嫌われないようにしなきゃ。何もしない、もう怯えられたくない。ああ、一緒に途中棄権しよう。あ、去年来た時に見つけたんだけどね、近くに星がよく見える丘があるんだ。こんなのやめて星見に行こう。別に肝試し続けたくないでしょ。あのさ、二人になれたら聞きたいことがあったんだけど。God damn it。昼間ミネたちと話してたこと、あれって本当なの？僕の目って君にも聞いてたの？君今までそんなこと一言も言わなかったよね。どうして言わなかったの？まさかとは思うけど、落としたことは別れるって噂、まだ信じてるわけじゃないよね。はい。I'm scared. But let's say it here. I don't believe it anymore. そっか。うん。ありがとう。それならいいんだ。まあ、女遊びしてたこと自体は君も知っての通りなんだけどね。でも、落とした女とは別れるって、それ僕の目の力を信じてない男の言い分だよね。うん。落とす努力なんて僕には必要ないのにね。バカバカしい。Then what about the game? みんな二つに一つなんだよね。僕を大好きになってくれるか、疑って遠巻きにするか、どっちか。君みたいに僕が信用できるのかどうか、近づいて冷静に判断してくれたのはケンくらいだよ。着いた。すごい星だね。あのさ、昔小さい頃にね、こうやって空を眺めながら流れ星に祈ったんだ。女の子にモテたいってね。うん。どうしようもない子供でしょ。我ながら他に願い事なかったのかって思うよ。でもね、その後周りの女の子たちの態度が変わったんだ。不思議なくらいみんな優しくしてくれるんだよ。びっくりしたね、あれは。それから年を追うごとに女の子たちの反応はもっとはっきりしてきた。中学に上がる頃には確信してたね、あの願いは叶ってたんだって。でも僕はもう嬉しくなかった。僕はたくさんの女の子から愛されるようになった代わりに友達を全員なくしてたんだ。こんな力いらなかった。僕はあの時間違ったものを望んでしまった。やり直せるならもう一度あの時の願いをやり直したい。今度はあんなこと願わない。好きな子から愛してもらえますようにって願うよ。あ、流れ星。君に愛してもらえますように。勝手にキスしたことを君が怒らないでいてくれますように。できればもう一度させてくれますように。これは君へのお願い事だよ。ダメかな。God damn it. やめとこっかな。 God damn it. はぁ、願い事叶わないかな。二度目の奇跡はちょっと欲張りすぎかな。But still, I'm scared because I think that's going to be the bad ending. God damn it. August 21st. God damn it. は？いきなり人の部屋に入ってきて一体何を？昨日の晩の肝試しです。からくりが分かりました。からくりって何それ、穏やかじゃないな。本当に穏やかじゃない話なんですよ。先輩、昨日の肝試し中パートナーと途中ではぐれませんでした？
Yeah. うん、はぐれたけど。あれ、仕組まれてたんですよ。肝試し自体、全部先輩を脅かすために仕組まれてたんです。今、ファンクラブの子たちに何気なく接触して聞いてきました。間違いないですよ。仕組まれてたって。Yeah. うそ、それマジな話？マジな話です。まず、私がおかしいと思ったのは、パートナーの組み合わせが都合良すぎるってことなんですよ。God damn it. リカと一輝先輩、それに先輩のペアは、みんな熱心なファンクラブ会員でした。あ、それは僕も変だと思った。男子二人も、ファンクラブの中学メンバーとペアになってました。部外者の私は、サワさんとペアです。つまり、ファンクラブ会員以外のほぼ全員に、熱心なファンクラブ会員がパートナーでくっついてたんです。もうこれだけで怪しいのに、出発順もおかしいんですよ。まず、一番邪魔な私たちが最後で、その一組前が一期先輩ペア、さらに一組前が先輩。うん。そんなの、都合良すぎじゃないですか。そうなの？要はですね、先輩が出発する前にファンクラブ会員のほぼ全員が森の中へ入ってたってことなんです。邪魔な私や沢さん、一輝先輩を山荘の前に残しておいてです。しかも一輝先輩のパートナーは出発前に具合が悪いとか言い出して一輝先輩を引き止めてたんですよ。うん。つまり私たちが出発するまでの間、先輩はファンクラブ会員たちが潜んでる森に一人でいたことになるんです。どうやって脅かすつもりだったのかまでは分かりませんけど、陰険なこと考えてたんでしょうね。それねえ、あんた大丈夫だったの？まあ実際には一輝先輩がペアの子を一人で山荘に返して先輩のことを探しに行きましたから、ファンクラブの人たちも大したことしてる暇なかったみたいですよ。ざまあ見ろです。あ、そうなんだ。まあそれなら良かったけど、あんた危なかったね。本当だよ。あれで一輝が助けに来てくれなかったら僕たち何されてたんだ。一輝さん、あんたが狙われてるのに気づいてたのかな。 Probably. そういえばかなり慌てて探しに行ってたよね。ですね。気づいてたとまでは言わなくても怪しんではいたのかもしれません。一輝。わあ。ありがたいね。助かったね。後でお礼言っておこうね。ねえ、あんた、あの女たちの恨みは買わないように、ほんと気をつけた方がいいかもよ。Well, that's what I'm going to do. 今までだって気をつけてたけど、これからはもっと気を引き締めていかないといけないかもね。Mm-hmm. And that's what the mysterious guy said, so. それでは、Oh, God. Well, everyone, I regret to say this, but it's nearly time for us to depart. お荷物とお部屋を片付けて、時間厳守で30分後に集合してくださいませね。ちぇー、結局オーナーとはお近づきになるじまいか。あー、ポールサーバー。ですねー。ミン。はぁ、恐怖と緊張の合宿もやっと終わりだ。あー、一輝と一緒にいられるのも今日が最後か。また東京で会えるでしょ。あ、一輝だ。ねえ、昨日のお礼言っておかない？こういうのは早いうちがいいよ。No, no. でも、ファンクラブの連中がいる前ではやめといた方が無難。Yeah, I'll wait. まあ、それが安全かもね。あれ？こっち見たのに声かけずに行っちゃった。Yeah. まあ人前じゃいつもこんなもんだっけ。ほんと一輝って二人きりの時とみんなの前じゃまるっきり態度違うよね。まあ今度二人きりになった時にでも改めてお礼言えばいいか。Oh, that's adorable. ただいま。
懐かしの我が家、安全な我が家。いや、うん、僕の本当の家は別のところにあるんだけどね。いや、本当に大変だったね。でもこの合宿のおかげで前より少し一気のことが分かった気がするな。やっぱりいいやつなんじゃないかな、なんて思ったな、僕は。真面目な話、昨夜の一気の様子見てたら、一気は君のことを本気で好きだとしか思えなかった。目の力のことも好きで受け入れてるわけじゃなさそうだったよね。うん、子供の頃流れ星に祈ったら願いが叶ったか。僕の知ってる神様ならそのくらいできないこともないけど。Gods can do that. できるよ。文字通り神様だから。僕のいた別世界の国にはね、神様がいっぱい暮らしてるんだ。うん、神様というのはすべからく人類の願いを叶えるために存在している。神様は人類の願いを叶えることで神様の証たる魔力を得る。強い神様なら人類の体を改造して一気みたいな体質を作ることもできると思う。子供の頃の一気の願いを力のある神様が聞き届けたとすれば、あの体質も僕には納得できる。一気にとっては結果的に辛いことになってしまったみたいだけどね。ただもともと神様は別の世界の存在だからこっちにはいないはずなんだよ。まあふらふらこっちに来ててもおかしくないとは思うけど、混乱をきたすから他の世界にあんまり干渉したらダメってことになってるんだ。あ、分かってると思うけど僕は神様じゃないよ。僕は精霊、神様に作られた存在であり神様に仕える存在だとでも思って。パロリオン、精霊は精神体だから本当なら神様にしか見えないはずなんだ。今の君のケースはすごく特殊だね。君も分離が進んでいけば僕の姿は見えなくなると思う。そうしたら僕は元の世界に帰って僕の作り主である方にご奉仕することになるわけだね。はあ、そういえばニール様、しばらくお顔を拝見してないけどどうしてるのかな。で、僕の事情はとりあえず置いておくとして、今問題なのはどうやって君の記憶を取り戻すか。僕が消えた後君が頼るべきなのは誰かだよね。ねえ、一気に記憶喪失を打ち明けて相談すること、真剣に考えてみてもいいのかもね。今の一気なら君のことを任せても守ってくれるんじゃないかって気がする。あ、噂をすれば。Do you want to take a break for a while? I kind of want to think about this alone. Huh? You say it's good to trust him, huh? ちょっと待て、どうしてそうなるんだ。夕べの態度は何だったの。乙女にキスしといて何言っちゃってんのこの男。一人で考えて何しようっての。なんで理由説明できないの。もう信用できると思ったのか。ずっとこんなことの繰り返しだ。どうする、なんて返信してやる。I should trust him. God damn it. Hi, 今日はもうあいつのことね悩むのやめよう。Yeah. 疲れたね。頭空っぽにして明日のバイトまで休もうね。お疲れ様でした。God damn it. Damn it. Why did he do this?August 22nd. If this is the case, then by the time of the month, when everything, god damn it, this is not good. Okay, wait, I'm gonna save. God damn it. God damn it.Why did he do this? What the...
Why? God damn it! God damn it! I'm not happy about this. Okay, guys. This is gonna be it. God damn it! Why did he do this? Why? Okay. Thank you guys for watching. And I will see you guys later. Bye.